よし。戦場カメラマン名屋です。シェリフ。どうも戦場カメラマンです。あら、わお、ああ、パドミン見ちゃいました。あらら、あら、どうぞ。展望1、キッチン1、ケンです。はい、ミヤです。メイン2、最終ですか。2秒くらい前ですかね。うん、まあ、メイン2、金庫2、アーカイブ1、ミーティング1でした。あ、ちなみに俺はしご登ってる最中です。ミーティングの2秒前くらいだと俺がはしご登ってる最中な気もする。2,4,5,6,7,8,9 だから2個ついてないですね。てかピカさんもやっぱついてないから、やっぱコミマイツル映んないと思います。赤い、あ、どうする。 あ、今のやつ映んない、映んない。あ、そうですよね、映んない、映んない。あ、一応2秒前、あ、ごめんなさい。映ってない位置は絶対ピカさんです。コックピットで一緒にタスクをやっていて見たんで、でピカさん出てきて入ったんで。そうですね、そうですね。映ってない位置はピカさん、見えなかったけど、はい。2秒前だと僕は正直あのリフト右に入って停電直そうとしてたので、リフトについてないのがちょっと違和感があるかなって感じですね。リフトは絶対ついてなかったです。あ、いや、ちょっと俺も高田さんが登ってるんやったら俺は多分リアクターの左の下ぐらい。いや、そうなんだよな。金庫に3人のタイミングがあって、多分このボタンになるちょっと前ぐらい、あれ、そうだね、3人伊豆竹がいましたね、金庫には、うん、で、その時にダウンロードしてるのはトータスさんでした、宿舎下のところで、うん、あ、そういうことなんだ。トータスさん、そういうことか、金庫にトータスさん。あ、そうだそうだ、いたいたいた、はい、ダウンロードしてそのまま登ろうとしてって。あ、そういうこと。じゃあトータスさんと、まあ、宿舎付近にいたのはその今の4人ですね。ミーティング1が確実に僕しかいないから、伊豆竹雄が金庫にかな。はい、それで当てます。うん、で俺が多分消えてそう、宿舎と、ね、多分左、リアクター左かはしごかなと思ったけど消えてそう。じゃあ僕多分リアクター左ぐらいです、うん、宿舎かリアクター左ぐらいと思う。2人は見え、宿舎とかついてない。見てない見てない、まったく。ええ、まあ、坂野さん死人ないんだったらそこら辺にはいないでしょ。うん、アーカイブ1って誰でしたっけ。あ、アーカイブが俺かも、そしたら。ああ。2秒前がそれはちょっと微妙だけど、でもアーカイブ通ってるからアーカイブ俺かも。で、メインには。じゃあメインじゃね。あ、メインか。ここじゃね。さすがに。え、ミーティング1で、え、トータス、高田、剣士、この2名がどこに行ったのかという。うん、そうやね。トータスさんは、でもその、ダウンロードのところにいるんじゃないの。はい、ダウンロードから、まあだからメインへ弁当使ってたら俺も高田さんもあるってことやね。そう、一応金庫でも高田さん見てます。高田さん、人外っぽ。行動というか、そのアドミン情報で高田さんが人外、発言で翔平さんが人外です。はい。はい。はい、あとアドミンかだな。うん、そうだね。あれも、コックピットにはいないっていうのは、ピカさんは分かんないか、停電中だから。ただエンジンは確か、名役、あ、じゃない、アルマピカクロスだったはずなので、はい。そこには湧いてないはず。ぐらいかな、言えることとしては、うん、まあ僕が嘘ついてるか、僕が本当だったらトータスさんか、タカラさん、うん、うん、タカラさんか、タカラさんか、翔平さんなんか違和感って解けたんでしたっけ。あ、僕はそのアーカイブ1が出たのことによって納得がいったので大丈夫です。僕視点はアーカイブ、ミーティング、キッチン、展望が1ずつついてて、2がメインと金庫ですね、うん。ちょっと違和感があるのは、僕が入った時に高田さんってもう出てったじゃないですか。出てった。で、はしごで消えてるっていうと、なんか一つタスクで挟まないとちょっと不自然かなって気がしますけど、時間的に。あー、確かに。うん。ぐらいだっけ、まあ、だって僕1個タスク終わって、ルビータスク終わって出ようとして、宿舎前まで行ってるので、高田さんがはしごっていうのはちょっとおかしいのかなって思います。確かに。
確かに俺もダウンロードやったしな、キングで。え、なかなか革新的な情報が。うん。いや俺、まあ、2、3秒くらいです。3秒ぐらい前だとはしごだと思うよ。はしご終わってそのままミーティングのボタンの方にかけて。あ、唯一あり得るのが昇降機の左の弁当のタスクをしてたんだったら。いや、してないしてない。出て金庫出てはしご上がってミーティング 2,3 秒前だったらはしごだね。じゃあ高田さんだと思います。伊豆さんからも結構なんか正しそうだ。そうですね、僕金庫入って出ていく高田さんのペットが見えて、ダイヤ磨いてる高田、あ、竹尾さん置いて僕金庫のダウンロードしに行って、ダウンロード半分ぐらいまで行ってるんで。え、でもそんぐらいの秒数でしかないとしか言いようがないかな。金庫出る、はしご上がる。ドアとか開けてないですか、宿舎前の。まあ閉まってるわけがないか、初手だから。半分の余地がないよね。だってそうでしかないから。じゃあ僕白です。うん、多分俺からするってことは、アドミン情報せいで進行するはずだから、トーパスまで進んでもらうって感じだね。うん、まあ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 、タコさんだろうね。基本的にね。さあ、戦場カメラマン名です。戸田さん、今の気持ちはどうですか。戸田さん、今の気分はどうですか。どんな感じですか。戸田さん、今から処刑される気持ちを教えてください。戸田さん、今からあなたは処刑されますよ。ほら、うん、え、うん、あ、伊豆さん、あれ今ミーティングいたのって戸田さんと宮さんですよね。そう、戸田さんにインタビューしてた、うん、あ、じゃあ戸田さんこのターンキルできないです。貨物で停電直してます。伊豆さんの死に情報ない。伊豆さんアーカイブにいなかったっけ。あれ、いたっけ。あ、え、ん、え、ピカさんがむしろ伊豆さん見てないかね。伊豆さん、確か俺アーカイブのダウンロードが終わった時にピカさんがドア開けてラウンジ行って、その時に伊豆さん入ってきたと思うんで。あ、伊豆さんってペット連れてます、棒人間みたいな。あ、連れてると思う。あ、じゃあ伊豆さんだ。いるいる、いたいた、思い出した、うん、でその後、私ラウンジ戻って本タスク残ってたから、それを終わらして、あ、先とトイレタスク行ったんですよ。トイレタスク先終わらしてからの、あ、アーカイブ戻って本タスクやったんですけど、その時いたのが確か梅県ピカクロスだっけ。はい、停電中ピカさんと本やって、停電開ける前ぐらいに下のドア開けてピカさんが多分シャワー降りてってます、ね、うん。トータスさんは残します。まあ一応、まあまあ一応トータさん狼で相方が、うん、切ってる可能性あるっちゃあるけど、相方がてか相方が切れるんだったら今のターンも俺のこと絶対切れるよ、トータさん。まあそれもそうか。え、高田さん支援って滝尾さんと伊豆さんの二陣外プラストータさんはアルマくんじゃないんですか、これ。証言の食い違いから、ね、ああなるほど。ああそういうことか。高田さん支援、伊豆さんでマットが落ちてて、滝尾さんインポスターのトータさんはアルマくんにラストインポスター。そう、一陣外は落ちてる視点。まああの意見は食い違ってはいたけど、竹雄さんと伊豆さんがそっちにおったら間違いないから、うん、魚さんをどうこうするのは無理なんじゃないから、メインがしたいやろうし、これ。どっちにしろこのタヌキらはメインもモアできないです。うん、僕はあくまでも俺やと思う。じゃあメインはアルマ隠しろじゃない。アルマは違うか。アルマくんは分かんない。一応僕は最後上がってきてるから、まあただ誰を陣外で見るかで白く目に置いてほしいかなくらいですかね。竹雄、うん、最終コックピットです、このターン。お兄貴も白っぽいけどな。あ、白っぽい。うん、まあ、伊豆さん死んでる時点でね。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ許されてる。ドラシロ。竹の子、頑張ります。どうも、戦場カメラマンです。シェリフも階段でキルクル溜まるようになったんだ。理論的に翔平さん怪しく見えちゃうけどな。
おお、ナイス。ナイス。誰も死んでない。じゃあまあ。でさっきの伊豆さんキルの話ちょっと詰めれるのかと思ったんですけど、うん、アーカイブにいた場合できるのは誰になるんですか。まあ梅犬ピカクロス。いい。伊豆さんどこ行ったんだろうな。伊豆さんがシャワー。僕がシャワーに停電中いました。うん、停電中だっけ。なんかサボ中にいた気が。あ、いたのか。そっちまで行った。あのターンゲンが貨物で停電直してるんですね。なので伊豆さんがそっちに流れてきてた場合は一応私も可能位置かと。いや伊豆さんって貨物から多分貨物方面からラウンジ通ってきてる動きだったと思うから、そうそう貨物に戻る動きをしないんじゃないかなと思ってて、うん、まあ停電始まってるから普通に配電盤に向かう動きは全然伊豆さん取ると思うんですけど、まあ、私自ら疑いに行ってるみたいな発言だけど客観それはあるかなと思って。いや配線次第って感じですね。シャワー配線やったら右もう一回出てきちゃったとかじゃない限り、なくはない。私はそれにエレキ診察貨物っていうルートで行ってるでずっと一人なんで、これってこのターンサボ直した人って誰ですか。アルマくんじゃないかな。あー、めっちゃいい。僕が直してます。これはありがたい。うん、俺は直しきれやんかったから、うん、マット否定されたのがでかい。うん、うん、まあ、高田さんが釣られた時点でアルマも隠しろみたいなもんだと思うけどな、うん、そうそう、アルマ、トータスメやタケオぐらいまで僕は白いてますよ、うん、結局その意味なんですよ。梅健さんってボタン使ってましたっけ。初手おっしゃってる。あ、初手か。OK です、OK です。ピカ翔平。ピカさんって翔平さん、梅ピカの二択にしてたよね。翔平さんはなんで弾けるんだろう。翔平さんが先に抜けてるからかな。アルマッチ、中野のアルマッチと。はやっ。おいすおう。はい。石油とキッチンの間の通路でゲンさんが死んでます。あれ、ラウンジ下に降りてたのってメイヤさんですか。そう。あ、メイヤさんか。まあメイヤさんは無理です。あれまあ無理だね。ラウンジでラスト10秒前ぐらい、10秒以内ぐらいにすれ違ってます。一応寸前ですれ違ったのが竹尾さんないけど、まあ、竹尾さんじゃない。あ、竹尾さんじゃない。竹尾さんは分からん。竹尾さんの可能性は全然あるけど、あるけど、ただだとしたら相方の高田さんをむちゃくちゃ釣りに行ったのが竹尾さんになるから、うん、まあ僕からしたら石油側からの侵入で切って帰ってるかなっていう、うんうん、え、竹尾さんってどこですれ違いました。トータス武器庫、武器庫、武器庫か。僕とトータスの武器庫下ですれ違ったじゃないですか、うん、あれ終わった後竹尾さんが入ってきた、うん、キッチンから、うん、キッチン側。ああ、なるほど。僕は一応その後コミュでコックピットタスクやって、コックピットがコミュ行くときに竹尾さんが多分武器庫から出てきたのかな、先行してエンジンルームの配線の方に行って、で僕が今エンジン車の給油のタスクです。ちなみにリアクターなる直前にやったんです、リアクターなってすぐやったんですけど、キン石油管は扉閉まってました。閉まってた。竹尾さんとすれ違ったのってどの位置なんですか。なんかそのキッチンから入ってくる。いや、じゃあ、諸兵の移動経路教えてもらっていいですか。僕、アーカイブ脇、多分メイヤさんとピカさんと一緒に湧いたと思ってるんですけど、うん、すぐにシャワー降りて、メイン入って除染やって、メインのタスク2つやって、で、エンジンですね。エンジンどこまで。あ、全然入ったとこです。リアクターなったんで直しに行こう。全然。私はその後、エレキに降りてバイタル方面に行ってる。バイタルダウンロードがあったんで。正直伊豆さんの死人情報出しが遅かったところからちょっとピカ様僕の中で印象が悪いっていうぐらいですかね。このキルの話じゃないですけど。なるほど。キルはできる位置なんですか、翔平さん視点で。ピカさんは
え、わかんない。ピカさんはアーカイブ一瞬は行ってるから、まあ別に行けるぐらいの時間はあると思う。うん、私はね、翔平さんを、私はめ翔平さんをメインホールに置いていってる感覚ではあるんだけど、バイタル行ってるんで、その間に降りて切るってのは全然あると思う。ぐらい。当たりかな、これは正解かもしれないね。ピカさんが翔平さんを容疑者にあげなかったのは怪しいよね。あれ、覚え芸なんだったっけ、見れてないのか。緑青青緑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 青。あ、え、マジ？メイヤシェリフ。あ、メイヤさんシェリフか。あ、ピカさん。びっくりした。何が起こったんかわからんかった。あー、ピカさんマッドなのか。ね、ピカさんがね、あの梅健さんとの対抗って言ってたんだけど、あの時で翔平さんも伊豆さんを見てる人物でそこにいる人物のはずだから、翔平さんを含めなかったのが怪しいなと思って、まあ翔平さんかな、ピカさんマッドだったら翔平さんインポスターかなって感じですね。そうなるほど。逆にだとすると俺がピカさんを殴りに行く理由ってなくないですか。あ、まあマット殴る理由は全然あると思います。あ、マットだったら殴る理由あるのか。なるほど、まあ、あとここに残ってるのがメイヤとオタサルマが隠しろで、鬼木が高田さんを殴ってる人物なので、基本本戦がもう梅健さんが死んでるから翔平さんしかないかなって感じかな。なるほどね。正直俺は武雄さんだけは白置きできる。まあアルマさんもできるかな、高田さん殴りの件から。あ、ていうか、あのトータスメイヤーがあのアルマからありましたね。2キル目が、2キル目が絶対にできないです、この2人。高田さんがインポスター置きしたら2キル目が絶対無理です、僕ら。高田さんを釣ったターンですね。伊豆さんが死んだ時か。うん。おが、メイモモが絶対実践でキルができないから。うん。メイモモはどこにいたんでしたっけ、あの時。ミーティングスミーティング。ボタンも押してます、あの時。ああ、伊豆さんはそこまではいけなさそうですね、俺の感覚でも。まあ、そもそも僕、ミーティングにいるんで。なるほど。うん、あー強。なるほど。ニキルはびっくりしたな。うん。何が起こったのか分からん。俺目の前でピカクロスさん弾け飛んで。あれ、そうだ。あれ、トータスさんに座れてたらやばかった。お、危ないところやった。シェリフ、おったかいやー、ジジイ。あー、ジジイ。ジジイ。ジジイ。やば、怒ってる。アドミン見たからだよ。アドミン見たやつ誰や。高田さん一番言えないよ、あんたは。あんたはそれ言えないよ。確かに。いっぱい見たアーカイブ見たやつ、本当に。え、これってアドミンの制限ないんだっけ。ないないない。ない。でも、いや、僕一瞬しか見てないから、一瞬しか。そうなんですか。済んだなと思っちゃった。